私の人生では大きな喜びと挑戦両方を経験。正直、私が追い求めた挑戦が多い。それすべてを通して信念の重要性をなんだ。しかし、信念は目的、方向性が必要。私の原則はシンプル、自分自身を信じ、すべてを金のために。この信念が何十年もの剣、私の指導者となつってきた。そしてそれは金を尊重。金は私を愛してくれるのだろうか。長い間、私はその問いに悩んだ。私のコントロール不能の問題。しかし、私の金へのマイケへの念が私の人生の目的を精に作る。ある中の独自の金への定義を。最近、普段よりも大きな挑戦に直面した。その中で、なぜまた私なのかと思った。しかし、問題に直面した。でき、不意だと思われたものが神からの耳だと気づいた。具体的に掘り下げたとき、神の耳が霊を活性化させ、新たなエネルギーが私を山へと押し、家族や友人の愛を感じました。一番じっくり考え、神が私を愛し、無条件の愛が存在することを理解し、内面の変化を理解しました。新しい地に生まれ変わりました。それは眠れています。より強力です。重要なのは自分を信じ、毎日神を敬うことです。心を開き、プライド、エゴ、憎しみを捨てると大きな力が届き放たれます。